さてそのルーマニア跳馬です。ボイネア、力跳び、跳馬は鮮やか。これは一人目からいい点数が出そうですね、最初からは鮮やかな、はい やはり跳馬で着地を止めるっていうことはすごく大事なことなんですね、これだけのスピードで入ってきますからピタッと止まるっていうことでも、とにかく全体がすごかったという、まあいい話ではないですけど、ちょっとぐらい悪くても良くなってしまうという、不思議なものなんですね、着地っていうのが。飛躍もかなり良かったですよ、はい、世界選手権でも規定演技終わった段階でソビエト、ルーマニアの差が 0.125、 非常に僅差でした。 0.05 でも得点を取っておきたいところです。稼いだ方がいいですね。さあ大いにチームに貢献したでしょう。ボイナの得点は 9.700、 カノさんもねため息が出ましたが、もうちょっと出てもいいんじゃないかと思いましたが、あんまり先に出しますとね、